はい。助けてくれ。どうもこうもない。あれに追われているんだ。
ダメだ、俺は殺される。三剣さん、剣さん、ボールが。
剣さん、もしかしたら。しましょうか。
重くもない あれに追われているんだ。
おい、しっかりしろ。聞こえてないんじゃないんだろう。やっと気づいてくれたか。実際、俺にも奴らが何者なのかわからないのさ。が、こいつのおかげで同じ境遇らしいってことだけはわかってる。そんなことより、ここで何があった？あそこで死んでいる奴は、一体どうしてああなった？
ルールは？なんてことなの？